ということで、だいぶ近づいてきましたので、あと2分ほどで行けるみたいです。ちょっと今から山、ちょっと上り坂なんでしょうね。ちょっと上がっていくようなルートなので、もう2分で着きますので、もう一回、撮影を開始です。まあね、途中ね、雨だったし、ほんまに。まあ今はね、また止んだみたいなんですけど、まあ、道路も滑りやすくなってますので、気をつけていきましょう。道みたいなことを通っています。その通りってこれ、昔ながらの町があるんだな。初めてね、八頭のね、裏道に入るんで、ちょっとドキドキワクワクって感じですけど、ね、古い家もね、ありますね、やっぱり。わ、坂か。曲がるっちゅうのも怖えよな。よし、大丈夫、落ち着いていけ。落ち着いていったら大丈夫。
からね、この後どうなってるかわからんから。
費用をしました。この辺のガソリンは廃屋が188円、エネキーを使って、188円でした。まあね、あの197円とかね、なんかそれぐらいのね、みたいなの買ったもんですから、いや、やっぱ結構ね、こっちの愛媛の南予っていうところは少しね、お値段もいい感じのお高い点になってるような、感じですね。もっとね、松山方面に、ね、近い方が、安いとは聞いてはいるんですけれども、まあね、本当、まあ、早くも190円の洗礼を、まあ、あの表示は190円の表示になってましたから、まあね、190円、200円ぐらいのことに、ね、なるんですよねですよね、みたいな。まあ、夕方なんですけどね、残念ながら夕方の、日差しの絶景がね、お見せできないのはね、残念ですね。今日もね、まあ、今の時間ちょっと早いぐらいですよ。おー、まだ高いわ、日が。あ、でもめっちゃ詰まってるしなー。無理だよな。おー、って思ったより、思ったより出てくるんですけど、まあ、今の時期ってどこへ出てくるんだろうか。気配ではないみたいですけど、まあ、今の時期はまだ山の方なんですね。うん、自転車でね、上がってる人たちもね、いますのでね、今の季節はまだ山の手に沈んでいくんですね、多分。真夏前ですね。え、どれぐらい沈むもんなんだろう。わー、まあ今日もね、不破壊は泣いてますね。すごいなんか、なんかうまいこと言おうと思ったけど、うまいこと言ったらないんで、ダメなんですけどもね、すごいなんか穏やかな不破壊が広がってますね。わーわーわーですよね、本当にね。まあ、いいとこですね、本当に。ひがちさん。ああ、なんか山側ね、山もね、でこぼこ坂線がね、日が当たって、わかりますね。ああいう風な形をね。今まであんま気になってなかったんですけど、まあね、田舎を離れてみてね、まあ、わかることではあるんで、ああいうでこぼこ坂線ですけども、ああ、そうなんだなーって、今、ちょっとね、改めて思う田舎の風景ですね。まあね、ということでね、とりあえず今日の動画はこれで終わりかな。うん、終わりなと思います。黄色い大学食堂があるか、大学食堂のところでお別れしたいと思います。思いますみたいな、大学、私が大学食堂ですね。だからね、今回もね、友達が大学食堂で集まるようにしたろうかみたいなこと言ってくれたんですけど、ちょっとね、今回はね、バタバタしてたんで、なかなかね、行けないんですけど、今度は来ます、大学食堂。ということで、今日の動画はこれぐらいで終わりたいと思います。またの動画でね、どうぞお楽しみくださいませ。それでは、またお会いいたしましょう。ほんとだしね、なんか。じゃあ、バイバイ